ご紹介するのはここスコッチバンク渋谷自慢のスイーツこちらでございますマスカルポーネパンケーキ可愛い名前が可愛いでしょはいこれあの僕ですねプロデュースしたんですけどあのパンケーキってまあその生地よりも昨今はまたいろいろスタイル変わってると思うんですけどトッピングとかにねあの非常に バラエティーがあったり何か,、うん、か面白い生地を作ってみたいなと思って、えー、であの銀座のお店もベースがイタリアンだったんで、はい、イタリアンでパンケーキってあんま関係ないよねっていうところから <laughs> どうやってパンケーキにつなげられるかなと思って、うん、でイタリアンで代表的なスイーツのティラミス、はい、ティラミスがこのマスカルポーネってチーズを使ってるんですねなのでこれを生地に練り込んでちょっと食感が今までにない、えー、ふわふわっとしたパンケーキを作ることができないかなと思って。うん あのトライしてみなかなか実は結構難しくて<ー>生地が焦げちゃってふわっと膨らんでくれないんですよね<ー>なので,で、ね、個人的にはあのトッピングもなんですけど、はい、その生地のちょっと変わった食感そのものを楽しんでいただこうということで、うん、かなりふわふわっとね、えー、膨らむパンケーキなんですよはいそれじゃあちょうど出来上がったかな でこのパンケーキはナイフフォークじゃなくてスプーンで食べれるんでぜひスプーンで食べていただきたいんですよ。はい。とりあえずものだけえ先にどうぞお願いします。はい。うわすごい。こちらでございます。見て。え何これ。すごい膨らんでるでしょ。何？これあの上手に膨らんだ時にはうちのお店ではあの角が立ってるって言います。へえすごい。どうぞどうぞ。確かに何か違う。ごいあ今日まためちゃくちゃ膨らんでるねこれ。 高さにして多分2.5センチぐらいにふわっと膨らんでるんですけどすはいこちらはあのミックスベリーのソースをかけたベリーパンケーキですはいどうぞ召し上がってみてくださいいいですかはいただきます甘くないって言われたらどうしようすごいふわふわでしょパンケーキパンケーキですこれパンケーキ、はい、あ溶けました溶けました <laughs> 口の中でちょっとこうまあ甘みの中にも酸味があるベリーとで、うん、生地はそのマスカルポーネチーズでほんのり甘くなってると思いますけどおっかりだかこう大きいからお腹いっぱいになる気がするんですけど、うん、ものすごくあの軽く仕上がってるので結構ペロッといけちゃいそう一<う>人でもうんうん うまい、ごめん、いい自分で言うのもなんだけど。新しいですね。新しいでしょそう。うん、でも、どうせやるなら、たくさんいろんなパンケーキもあるし。ただ、僕個人的にはもう、なんていうんですか、よく。ハワイで食べるみたいな、うん、アメリカの、あの。ミルクパンケーキが一番好きなんですよ。あ、そうなん、ね。だから、もう、あれにかなうものないんで。 あれにリスペクトで全くちょっと違ったものにしてみたいなと思ってで作ったのがこのパンケーキなんですよねなん,なんか生地自体はそんなに甘くなくてなんかいろんななんだろう <laughs> に使えそうですねいろんなのに使えそう <laughs> わらび餅には使えないと思うんですけどで一応うちでは生地にはマスカルポーネを練、ねね、ったこの生地にこれをティラミスっぽくアレンジしてるティラミスパンケーキとこのミックスベリーのパンケーキと 普通の通常の生地の味をこう楽しんでいただくプレーンパンケーキと、うん、あとあの生ハムとルッコラが乗っかって、えー、とろーり半熟卵のお食事系のパンケーキちょっとイタリアンっぽいでしょ<ぁ>この4種類をあのお出ししてます。 おし,おしゃれ。一応ね。<laughs> でね、本当はね、新しいパンケーキ、実は開発中で、<ー>まだちょっとご案内できないんですけど、その時また食べてくれますかあ来たいです。ぜひあのお呼びしますんで、はい、いつでもいらっしゃってくださいね。はい